好きじゃなかった人ですら食べ物くれると好きになる始末。自分でも止められないのでむやみに食べ物を与えないでください。でも大声では言えない。人の顔と名前はすごいよく覚えると全然覚えないの両極端。すぐ覚えるのは上下関係や利害関係のある相手、うろ覚えなのはそれ以外の人。忘れてる人たちごめん、悪気はないんだと誰だか思い出せない人たちに言っておく。人に物を教えるのが好き。自分が得意なことよく知ってることをとにかく人に教えたくて教えたくて仕方がない。教えてもらいたくない、いらない。聞いてないのに教えてくるのとか大嫌い。でもちゃんとした専門家の指導はあっさり受け入れる。勝てそうな相手にはかなり強気。勝てそうもない相手はいない。だってさ、避けて通るから。スカーワイワイもいいけど、親しい人とじっくり飲むのも好き。そういう時に語り始めるともう止まらない。で翌日、うわー語っちまったって恥ずかしくなる。嫌味と分かるまでに時間がかかる。言われたその日、帰宅してから気づく。あん時のって嫌味か、なんだクソ。後日その人に会った時は忘れてる。会ったその日、帰宅してから気づく。あ、忘れてた。なんだよ、あーもう。自分をネタにされた話題に照れる。で、照れたことまで突っ込まれることに照れる。あー、耳まで赤いとか言われて、もうパニック。もういいよ、早く次行け、やめてくれ。こんなの違う、これは自分じゃない、違うんだ。ありがとう、ごめんは自分からどんどん言う。でも家族とかすごく親しい人に対してはなぜか言えない。大切な人を大切にしないくせにどうでもいい人に気を使いすぎる。近い相手に対しては不吉祥でぶっきらぼう。でも本当はものすごく大事に思ってるよ。本当だよ。とは言えない不吉祥。内緒の話をうっかり喋っちゃう。でもトラブルになったことは不思議なくらいない。自分の秘密もその場の雰囲気で喋っちゃう。なきゃよかったと後で思う。でもそんなことはすぐに忘れる。聞かされた方もそんなことは忘れてる。周りの空気をすごい読むというより、その場にいる一人一人のいろいろなものを読み取る。心とか考えとか行動とか、そして余計なものまで読み取っちゃう。思惑とか本音とか、読めたら読めたで結構面白い。でも疲れたってなる。酔ったやつの解放係、なんとこの方を犯したことか。電車ではガンガン席を譲る。でも疲れてるときは寝てますよと格好。本当はただ目をつぶっているだけ。目玉にまぶたをかぶせただけ。長い
しない。メールの返信が遅い。忘れてるわけじゃないんだ。なんて返そうか。どうしよう。なんか深刻っぽいし、長い文に短く返すのもな。ああどうしよう。っていうのが真相。でもある時はメール来たことに気づかないで放置してた。またある時はあんま好きじゃない人から来たのでメールはなかった。ぶちこ暗示をかけた。返信が遅いと文句を言われたら忙しいからが決まり文句。メールしたのに返事が遅いとイラッとする。だってちょっと不安になっちゃうから。なんかまずいこと書いちゃったんだろうか。自分のことを知ってくれ願望がある。でもお前のことは何でも知ってるみたいな顔されるのはムカつく。知ってほしいけど把握されたくはない。たまに一人になりたくなる時がある。そういう時はちゃんと一人の時間を持つ。そんな自分を大人じゃんとか思う。でも寂しん坊だから仲間シックになる。会いたい、ワイワイしたい、一人はやだ。他人に自分がどう見られているかが気になる。すごい知りたい、もうたまらない。だから第三者的な人からこっそり情報収集する。知るんじゃってなる。人に親切になろう。人の話をちゃんと聞こう。今週の目標を守れた人はいのように、人に親切、話もちゃんと聞ける。実は結構人見知りという可愛い一面がある。知りだけど協調性でカバーする。今日初めて会った友人の友人とかの前だと急におとなしい。さっきまであんなに騒いでたのに。初対面の相手はニコニコしながらかな
ている人がいると声をかけずにはおれない。街でもよく